ちは、キングヒデです。今回もですね、引き続き、往年のですね、かっこいいギターリフ特集ということでして、第15弾になりますね。早速やっていきたいと思います。で、今回紹介するバンドとですね、あと曲名はですね、多分おそらく知らない人も多いかもしれないんですけども、ザ・ナックっていうバンドのですね、ザ・シャローナっていう曲をですね、リフ特集としてですね、取り上げていきたいと思います。で、ザ・ナックですね、ちょっと取り上げようかちょっと正直迷ったんですけども、いわゆるですね、一般的にあまり認知がされていなくてですね、おそらくその音楽好きとかですね、洋楽好きとかですね、少し古いロックとかが好きな方でしたら、曲だけはですね、知ってるかもしれないですね。で、なんでかって言いますと、ザ・ナックっていうバンドがですね、いわゆるですね、本当の一発屋でですね、今回紹介させていただくですね、ザ・シャローナっていう曲だけしか、売れなかったんですよね。それ以降は全くその、鳴かず飛ばずでですね、本当に自然消滅してしまったバンドなんですけども、ただこのですね、ザ・シャローナっていう曲だけに関してはですね、本当なんていうんですかね、分かりやすいキャッチーなですね、リフですし、かつですね、歌詞のメロディーとかですね、あと、実際歌詞の内容もですね、後で、ググってですね、和訳したものを読んでいただくとですね、ちょっと結構歌詞も笑えるんですよね。結構、エッジ系なですね、男の子の心情を語ってるようなですね、歌詞で結構笑える歌詞なので、後でですね、YouTube で、ザ・ナックのですね、シャローナ和訳っていう風のでやっていただければですね、歌詞は出てきますので、そちらで、ネタとしてですね、楽しんでいただければなと思います。で、今回、リフ特集としてですね、ザ・ナックのですね、シャローナをやりたいんですけども、あの曲ですね、結構ギターが、メインでギターが一人いてですね、かつ、ギターボーカルの人がいるんですけども、ただバンドとしてはですね、結構しっかりしてまして、ドラムも上手いですし、ベースも上手いですし、で、ギターですね、どちらも二人とも上手いので、なので、プレイヤー的にはですね、曲だけはですね、売れてしまったのは一発だけなんですけども、ただバンドのプレイヤーとしてはですね、かなりスキルは高い方だなというのはですね、わかるバンドですね。で、リフとしてはですね、あの曲ですね、有名な分かりやすいですね、ここから、ベースのリフから入ってですね、それにギターが被せる感じですね。なので頭は、こういうリフなんですけども、やってることはですね、結構シンプルでして、で、かつコードもシンプルですね。まず、あの曲のキーがですね、G ですね。G の曲で成立していまして、で、かつあのリフがですね、G7 ですね、の中で、リフがですね、成立していまして、まずですね、最初にギターの場合ですと、この、最初にベースリフが、で、入ってくるんですけども、それにですね、途中からギターが被せる感じで、この、ダブルストックみたいなもので、入ってくるんですね。で、これがですね、押さえてるポジションはですね、この G の4度コードのですね、オクターブ上ですね。なので、押さえてるポジションとしてはですね、4弦と3弦を5フレット。これで、で、次は小指を離して、3フレットに移動しますね。で、最後は、4弦と3弦も3フレット。なので、出てくるコードとしては、この4つですね。で、これが入ってから、単音リフですね。で、その前に、単音リフ入る前にスライドでですね、このですね、基本的にはこの、6弦ルートの G の音のですね、オクターブ奏法みたいなものをですね、ミュートを絡めてやってるんですけども、入りがですね、6弦の2フレットからですね、3フレットにかけてスライドで入るんですね。このドゥーっていうのは、で、
これのひたすら繰り返しですね。ミソとしてはですね、スライド、まあ、半音下のですね、6弦の2フレットからスライドで入って、で、ちなみにこれはオクターブ奏、G のオクターブ奏法なので、6弦の3フレットと、あと4弦の5フレット、これをオクターブ違いで、スタッカート気味に、で、ここの、ミュート入れてるところもですね、一発で入れてるところと二発のところがありますので、まず最初は一発で、最後がドゥドゥドゥと、ドゥドゥドゥと、これを、ずっと繰り返すって感じですね。なのでちょっとメタルリフっぽいっちゃメタルリフっぽいんですよね。ただそれがその、まあ、発売した当初が確か70、まあ、僕も生まれてないですけども78年とか9年とかにですね発売されたものだったので、まあ、ハードロックとかですねヘビーメタルが流行る前にですね、まあ、こういったちょっと単音リフ系のもやっていたっていうところもですね、もしかしたら、まあ、うまくいけば先駆者としてですねめちゃめちゃビッグなバンドになったかもしれないですね。で最後にですね、ゆっくりのテンポでやっていきたいと思います。今のリフを通り越してですね A メロとか あとサビの方も言っちゃいましたけども、やってることは結構シンプルでして、 A メロはずっと、まあ、今回はリフ特集なのでそこまで細かくはやらないですが、さらっといきますと、ここはリフと A メロですね。ここからですね、ドゥ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 とですね、ミュートが2発増えていって、で、ここから、コードが変わってですね、B フラット。なので、6弦の6フレットと、あと4弦の8フレットのオクターブで B フラット。この、ドゥ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 。で、最後が、マイ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 フーっていうところがですね、コードが C、C と E フラットと最後が F。で、これは単純にパワーコードですね。C、E フラット、F。なのでそこもゆっくりいきますと、というのが、マイシャローなどのですね、まあ、リフ特集として今回取り上げをさせていただきました。まあ、今回の動画がですね、まあ、少しでも面白かったとか、あと知識的に役に立ったと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンとですね、あとぜひともチャンネル登録のほどお願いいたします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。